はい、こんにちは。そろばん情報局の夏美です。今日の動画のテーマはこちら、はい、繰り上がりと繰り下がりについて。そろばんを習い始めて一番最初にぶち当たる壁って言われている繰り上がり繰り下がりに皆さん苦戦していませんか？実は繰り上がり繰り下がりはそろばんを続ける限り一生ついて回ることになります。そろばんをする上で基本であり一番大切な内容になってきます。このね、繰り上がり繰り下がりを考えることなく指が勝手に動くようになる状態になったら初心者を卒業することができます。今回は繰り上がり繰り下がりの基本のルールをしっかり解説していきますので、最後までぜひ見ていってください。ではまず最初に繰り上がりと繰り下がりの基本的な考え方のおさらいをしていきましょう。まず基本の考え方その1、代わりに足す引くのは5または10のみ。はい、次2つ目、5より小さい数、つまり1234ですね、を足したい引きたい時は代わりに5を足せるかを確認する。引きたい時であれば引けるかを確認する。で、基本の考え方その3、はい、5を使う時は足して5になる数使うこと、10を使う時は足して10になる数を使う。このね、足して5になる数、10になる数のことを今回のね、動画ではお友達と表現をしていきます。では早速、問題を交えて一緒に繰り上がり、繰り下がりの意味を考えていきましょう。繰り上がり、繰り下がりに使うルールは4つだけです。まず1つ目、足せない時で10を使う時は、お友達を引いて、10を足す。次2つ目、足せない時で5を使う時は5を足してお友達を引く。3つ目、引けない時で10を使う時は10を引いてお友達を足す。最後4つ目、引けない時で5を使う時はお友達を足して5を引く。ではまず1つ目の例から見ていきましょう。9たす1の計算をしたいときですね。ではね、実際にそろばんを使ってやってみましょう。9。で、ここに1を足したい。足せないですよね。このとき、1は5より小さい数なので、まずは1の代わりに5が足せるかを確認していきましょう。でももう5を使っちゃってますね。足せないですね。はい、なのでこの時1の代わりに10を足すしかないんですね。でも考えてみてくださいね。1個だけ今1だけ足したいのに10個も足したら多いですよね。何個多いか、それは9個多いですよね。まとめると1を足したいけど足せないから10を足そう。でも多い分の9は引いてあげようということになりますね。これをそろばんのルールに置き換えると、足せない時で10を使う時はお友達の9を引いて10を足すという計算になります。次に2つ目の例、4たす1の計算をしたい時、じゃあそろばんにね4って置きましょうか。はい、1足せないですよね。この時1は5よりも小さい数なので、まずは1の代わりに5が足せるかっていうのをそろばんで確認していきましょう。あ、足せますね。はい、でも考えてみましょうか。1個だけ足したいのに5個も足したら多いですよね。何個多いか、それは4個多いことになります。まとめると1を足したいけど足せないから5を足そう。でも多い分の4つは引いてあげようということになりますね。これをそろばんのルールに置き換えると、足せない時で5を使う時は5を足してお友達の4を引くという計算になります。次に3つ目の例、
10-1 の計算をしたいとき、ではまずね、10ってそろばんに置いておきますね。はい、1引けないですよね。この時1は5より小さい数なので、まずは1の代わりに5が引けるかをそろばんで確認しましょう。でもこの場合5のところ何も入ってないですね。つまり今5のところは0の状態です。なので引くことできないですよね。なので1の代わりに10を使うしかないんです。先ほどと一緒ですね。1個だけ引きたいのに10個も引いたら多く減らしすぎですよね。はい、何個多いか、今は1個だけ減らしたいので多いのは9個になります。まとめると、1を引きたいけど引けないから10を引こう、でも多く引いた分の9は足してあげようということになります。これをそろばんのルールに置き換えると、引けない時で10を使う時は10を引いてお友達の9を足すという計算になります。次に4つ目の例、5-1の計算をする時、はい、この状態ですね。ここから1を引きたい、でも1が引けないですよね。この時1は5より小さい数なので、まずは1の代わりに5が引けるかをそろばんで確認していきましょう。この場合は5が引けるので5を使ってあげます。でも1個だけ引けばいいのに5個引いたら多く減らしすぎですよね。何個多いかな、4個多いことになります。まとめると、1を引きたいけど引けないから5を引こう、でも多く引いた分の4は足してあげようということになりますね。これをそろばんのルールに置き換えると、引けない時で5を使う時はお友達の4を足して5を引くという計算になります。ここまでが繰り上がり繰り下がりの時の基本的な考え方になります。では次に実際の問題を使って考え方を確認しながら一緒に解いてみましょう。1問目は 7+9+5、 はい、ではね、まず7を入れます。で次9を足す、足せないですね。9は5より小さい数ではないので10を使ってあげましょう。じゃあお友達は1ですね。はい、ではルールの通りにやっていきます。お友達1を引いて10を足す、はい、これで9が足せました。じゃあ次5を足しましょうか。でも5も足せないですね。5は5より小さい数ではないので10を使ってあげましょう。お友達は5ですね。はい、ではお友達5を引いて10を足す、はい、これで5が足せました。答えは21。はい、では次2問目、4+4+5+2、はい、ではまず4を入れます。で次に4を足す、足せないですね。はい、じゃあ4は5より小さい数なので5が足せるかを確認していきましょう。この場合は5が足せるので5を使ってあげます。じゃあお友達は1ですね。ではルールの通りにやっていきましょう。5を足してお友達1を引く、これで4が足せました。次に5を足す、また足せないですね。はい、5は5より小さい数ではないので10を使ってあげましょう。お友達は5ですね。はい、ではルールの通りにやっていきます。お友達5を引いて10を足す、はい、これで5が足せました。次に2を足す、2、足せないですね。はい、2は5より小さい数なので5が足せるかを見ていきます。5が足せるので5を使ってあげましょう。じゃあお友達は3ですね。では5を足してお友達3を引く、はい、これで計算おしまいです。答えは15。はい、では次3問目、ここから引き算が出てきます。12-3-4-2、はい、ではまず12を入れて、次に3を引く、
3が引けないですね。3は5より小さい数なので、まずは5が引けるかを確認していきます。5の場所には何もない、つまり0なので引くことはできないですね。この場合は10を使うしかないです。じゃあお友達は7ですね。では10を引いて、お友達7を足す。これで3が引けました。次に4を引く。これは普通に引けるので引いてしまいましょう。次に2を引く。2引けないですね。2は5より小さい数なので、5が引けるかを確認していきます。引けそうですね。はい、なので5を使ってあげましょう。お友達は3ですね。はい、ではお友達3を足して5を引く。はい、これで計算がおしまいです。答えは3。ここまでの内容が繰り上がり繰り下がりの基本の内容です。この計算に迷うことなくできるようになったら、次の段階に進みましょう。今までの計算、特に5を使う時の繰り上がり繰り下がりがスムーズにできていれば、ここからの内容は難しくはないので安心してください。ではまず1問目、5+9。はい、先ほどまでと同じように考えていきます。5+9、9足せないですね。9は5より小さい数ではないので10を使ってあげます。じゃあお友達1ですね。ではルールの通りにやっていきましょう。お友達1を引いて、あれ、1が引けないですね。ではまず1を引くことから考えていきましょう。1は5より小さい数なので、5が引けるかを確認します。これは5があるので引けそうですね。5を使ってあげましょう。今は1を引きたかったので、お友達は4ですね。はい、ではお友達4を足して5を引く。これで1を引くことができました。今何の計算をしているかというと、9が足せないから、足せないときはお友達の1を引いての部分まで終わりました。なので最後10を足してあげましょう。はい、答えは14。はい、次2問目、13-6。先ほどと同じように考えていきます。まず13を入れて、次6を引く。6引けないですね。6は5より小さい数ではないので10を使ってあげます。ではお友達は4ですね。では引けないときは10を引いて、お友達4を足す。あら、4が足せない。では4を足すことを考えていきましょう。4は5より小さい数なので5が足せるかを確認しましょう。これは5を足せそうですね。なので5を使ってあげます。4を今足したかったので、お友達は1ですね。はい、なので5を足して、お友達1を引く。これで4を足すことができたので、10を引いてお友達4を足すのルールがすべて終わりました。はい、答えは7。はい、今日は繰り上がり繰り下がりのルールについて解説をしていきました。最初は難しく感じるかもしれませんが、練習すれば必ずできるようになるので、頑張って練習をしてみてください。毎日少しずつ練習をして、ルールを考えなくても指が勝手に動く状態を目指しましょう。次の動画ではスピードを上げていく練習方法についての動画を投稿します。チャンネル登録をして、次の動画も忘れずにチェックをしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。